アケローサウルスとは、アメリカで発見された、中世代白亜紀後期のケラトプス科に属する恐竜である。全長は、約6メートルで植物食。名前の意味は、アケロースのトカゲ。角のある恐竜から進化した角なし恐竜であり、エーニオサウルスに似たエリ飾りとパキリノサウルスに似た、骨のコブを持つことから、変身術を持つアケロースに例えられた。 アケローサウルス頭骨人間との大きさ、比較トリケラトプスと同じケラトプス科だが鼻と額に、角はなく、代わりに、鼻の上に深い溝のある骨のコブが広がり、エリー飾りの後ろの縁から2本の角が突き出していた。パキリノサウルスの祖先型の恐竜と見られている。復元図アケローサウルスは、全長6メートル、体重3トンと推定される。生体の頭骨は、 長さ1.62メートルとしまされる。この寸法は、同時代の他のセントロサウルス赤のメンバーと同じ、品等である。等以外について、他のセントロサウルス赤と印象するに適当な微表は、知られていない。ケラトプス化ということで、歪めのある指で、四足歩行をし、尾は短く下水していた。さ、元に大きな頭は、まっすぐな頸部に付帯しており、口ばし部は、 針状になっている。鼻腔は非常に大きい。そして、デンタルバッテリーに数百本もの長い歯がしかと並ぶ。生体のアケローサウルスの頭骨は、シワだらけの重厚なコブを鼻面に持つ。多くの他のケラトプス科では、角が生えている部分だ。そのコブは、近縁なパキリノサウルスに見られるものに似ているが、より低く短く、前方の口先のあたりまで伸びている。 モル485のコブは正面末端でえぐれている、または穴が開いている。コブ状の構造の核心はおそらく近縁のアケローサウルスのような曲がった角が成長と共に変形することで、そういった形状になるものと思われる。あるいは単純にパキリノサウルスでも言われているように角質の角の規定部を支える土台だったのかもしれない。また生態には、 シワだらけのコブ状の構造が眼下上部に存在する。これも他のケラトプス科では角が生えていることが多い部分だ。そのコブは頭頂骨から伸び、中央に高い横竜気を有し、基部は厚く、上部は薄い。これらのコブもパキリノサウルスのものと似ているが、より高い竜気とより、明瞭なシワがあった。アセータイモル591の前後に長く上下に、 低い上がん下革新は、生体のエイニオサウルス及びパキリノサウルスに類似していた。その内側は、くぼんでいる。眼下上部に粒気が存在し、これは生体への移行の兆しを表しているかもしれない。フリルと三つの頭骨。モル485、571及び591アケローサウルスの頭頂部は、小中線で空洞になっている。上端には、 すべてのケラトプスカに見られる前頭の泉門と呼ばれる開口部があった。この空洞は眼下状のコブの下側に伸びるため、その部分の厚さが2 5ト、mm、ルと相対的に薄く空洞を形成している。この空洞は生体では部分的に閉塞しているらしく、モル485では泉門はコ部の実が開いているように見える。他のすべてのケラトプスカと 同様、アケローサウルスの頭骨は、臨場骨と後頭骨によって形成される縦を備える。後頭骨は、セントロサウルス赤のタクサを区別し、タクサ間の類縁関係を解明するために使用される、主要な骨の一つである。一方、体骨格は、クレード全体で非常に似ている。アケローサウルスのフリルには、 両サイドに後方に伸び外側に湾曲した二つの大きなスパイクがある。サンプソンは1995年のアケローサウルスの記載論文中でそういった構造を正中線から外側に向かう感じで順番に数えた。これは1997年にセントロサウルス赤全体に適用されフリルの構造において 現在一般的なナンバリングシステムとなっているアケローサウルスの大きなスパイクは他のセントロサウルス赤のプロセス3に該当しエーニオサウルスに似ているがより外側に湾曲する点ではパキリノサウルスに似ているプロセス3の間にある小さなプロセスには小中線に沿って直接生えているセントロサウルスに見られるプロセス1はアケローサウルスには存在しない フリルには二つの大きな開口部があり、小中線の後頭骨の棒が中仕切りになっている。直線上の大きな流起の列が頭頂骨に沿って走っている。これはいくつかのパキリノサウルスの標本の同じ領域のスパイクや角と相当であるかもしれない。相対的に小さなプロセスの列は、プロセス3の外側の保温レッドに沿って外側に走っていた。 これらのより低いプロセスは、ケラトプス科のフリルの周囲に並ぶ、円護頭骨によって囲まれていたようだ。モル591と485の尾骨、アケローサウルスの頭骨のコブは、生体では外皮に覆われていたかもしれないが、生きていた時の姿はわからない。2009年に、古生物学者のトービゲルヒエロニウムスらは、原生の角を持つ動物の皮膚、角、 頭部の特徴のそれぞれの相関を調べ、セントロサウルス赤の頭骨についても、同じ相関関係があるか調べた。彼らは、アケローサウルスとパキリノサウルスのコブのシワが、現代の蛇行牛のコブと同様に角質化していた、証拠であるとした。成熟したアケローサウルスの鼻のコブは上向きに、傾斜しており、その上面は、厚い表皮パッドの付着部があり、両サイドには、 角質の鞘と相関する構造が認められた。表皮の厚いパッドは、鼻のコブの先端の V 型のくぼみから発生していたのかもしれない。眼下の上のコブは、その上の流気の向きによって示されるように、コロノサウルスのそれに似た湾曲した、核心のような横向きの角度で成長する表皮の厚いパッドを有していたはずである。眼下上部のコブが、 規定に溝を書いていたことは、角質の鞘が、コブのシワの縁に留まっていたことを示唆する。さらに、花のコブの前にある、ふ側の鱗の相関関係を確認し、壁側正中線及び、眼下上部頬骨領域に沿った鱗の列を、同定した。ありがとうございます。